ミルテンベルク。ミルテンベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に属し、同軍の軍長所在地である。この町は1816年からバイエルンに属している。ミルテンベルクの歴史的市街は、マイン川の左岸のシュペッサルトとオーデンバルトの間、マインフィーアイクの北極部に面している。この付近では、マイン川が、 オーデンバルトの麓の比較的近い位置を流れているため、マイン川砂岩で工作可能な土地は幅の狭い細長い区域に限定される。前世紀以前にはマイン川の洪水でたびたび水に沈んだ。この場所に位置する旧市街もしばしば洪水の被害に見舞われた。20世紀の初め頃に隣接するグロースホイバッハの一部を購入して、ミルテンベルクはライン川右岸に拡大した。 本市は公式には八つの地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。戦士時代からこの土地はオーデンバルトとシュペッサルトの間のマイン川を渡る戦略上重要な場所として知られており、ミルテンベルクの高台のクラインベルクとビュルクシュタッターベルに頑丈な円形の防壁が設けられた。五十五年頃、ローマ人は ほぼまっすぐに南へ向かうリーメスをマイン川沿いから気づいた。うつつのミルテンベルク付近では、ここより北側では、ローマ帝国とゲルマン民族との天然の国境となっていたマイン側にリーメスが張り出していた。ミルテンベルクとビュルクシュタットの間、ミルテンベルクとクラインホイバフ派の間にそれぞれ、ローマ時代の城の遺構、前者はミルテンベルク登場、アルトシュタット城が残されている。 ミルデンブルク城1200年頃建設の防御下でミルテンベルク市は発展した。この都市は1237年に初めて文献上に記録されている。1319年に大司教ペーターフォンアスッペルトによって聖ペーター病院が創設された。1379年頃から地域はマインツアーモンとビュルツブルガーモンの二つのローンを境とする。 川と斜面の間の東西に細長く伸びた土地に限定された。中世にはすでにミルテンベルクのブンテル砂岩は大変に人気があった。ヒキウの石や石柱などが周辺の森から切り出された。1803年までミルテンベルクはマインツ選定工領に属した。それは死の紋章にマインツの輪が描かれていることで現在にも示されている。 帝国代表社会議主要決議後、ミルテンベルクは来人間公領に属したが、1806年にバーデン大公領に合併した。その後、この年は1810年から、ヘッセンイコールダルムシュタット大公領に属し、1816年に最終的にバイエルンの一部になった。 マインツ大聖堂の建築に用いられた、いわゆるホイネの柱もミルテンベルクから算出したものである。現在このホイネの柱は、マインツ大聖堂の真ん中に案内板付きで建っている。ミルテンベルクは、数多くの木組建築がの木を連ねる、旧市街を有している。1912年と1955年に、ミルテンベルクは、ライン川右岸の土地を獲得して、地域を広げた。 ミルデンブルク城は1979年からミルテンベルク市の所有となっている。この城は1971年に外観の修復がなされ、その他の何年もかかる改修と設備の近代化は始まったばかりである。城の中庭に高さ5メートルの砂岩の柱、トイトーネンシュタイン、チュートンの石が建っている。その碑文は現在もなお謎のままである。2006年に ネオナチに近い極右政党ドイツ国家民主党の集会中、カトリック司祭、フルリヒボームが金を鳴らして抗議したことで、全国的に知られた。ミルテンベルクは、以下の市町村と合併を行った。第二次世界大戦後の市長を列記する。ミルテンベルクの市議会は、20議席からなる。ミルテンベルクは、現チェコ共和国のジフツオフから放逐された。 ズデーテンの人々にに対する協力提携を1960年に締結した。最も重要な産業は観光業で、特に週末には、ヘッセン人口密集地域、ハーナウ、オフフェンバッハアムマイン、ダルムシタット、フランクフルトアムマインから、多くの観光客がミルテベルクを訪れる。また、ウンテルサガニや小売業も重要な産業である。ミルテンベルクは、アシャフ,フェンブルクから、 ベルトハイムへ至る鉄道、マインタール鉄道を沿いに位置する。また、ゼッカハ方面へのマドンネンランと鉄道がここで分岐する。アシャフフェンブルへは昼の間であれば1時間ごとに列車がある。1977年にドイツ連邦鉄道は市街近くにあった中央駅をマイン側の北側にある新駅に移転した。ミルテンベルクは ヘッセン人口密集地域への接続が良く、多くの住民が通勤している。2008年まで25年以上も議論がなされ、計画されていたミルテンベルクバイパスが完成した。費用の5500万ユーロは、バイエルンで初めて、パブリックイコール、プライベートパートナーシップモデルによって捻出された。ミルテンベルク市内には、現在一つのビール醸造所がある。 ブラウハウス・ファウストである。去年まであったカルトロ・ホブロイはすでに閉鎖された。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。